やったー、お家のローン全部払い終わった。引き出しもしたいです。今多分私、所持金がめちゃくちゃ少ないと思うけん。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことって、あれかな、そろそろ、ローンは払い終わらないのかしら。あ、ちょっと待って。とりあえず化石を掘り起こして、で、かぶりを売ってっていう風にしよう。またちょっと微妙に足りんかったりとかしたらあれやし、びっくりした。何かと思った一瞬。ん？何これ？落とし物？集まりにも落とし物があるんやね。落とし物を拾っちゃった。誰の落とし物だろう。持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。なるほど。集まりになっても落とし物は健在と。よいしょ。じゃあちょっとみんなに話も聞いていってみよう。さっきこの辺にルーシー歩き寄ったはず。今日はよく会いますね、よ。これ拾ったんだけど。あら、なんでしょう、よ。これこれ。どう？違う？あ、これは私の大事なものが入ったポーチ。おー、一人目で。よかった、よかった。ありがとうございます。諦めなくてよかった。ぜひお礼させてくださいね。何？嬉しい。扇風機です。扇風機か。感謝の気持ちを形にしました。遠慮しないでくださいね、よ。季節外れだな。ん？なんだ？落とし物でなんかあったんかな？あ。親切は大切だなも。島のみんなのお願いをいつも優しく聞いてくれて、どうもありがとうだなも。人に親切にすると必ずいいことがあるだなも。マイルを送るから受け取ってちょうだいね。ってことで、肩書き、親切な一般人、たぬきマイル300マイルゲット。親切な一般人。まあ、一般人ですけども。それじゃあ、ちょっと。鑑定と寄贈を。へい、ふうたくん。んぐご。は。すみません。こんにちは、アイラさん。アイラ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？化石の鑑定をお願いします。そしてできるなら、売れる化石もあると嬉しい。あ、一応扇風機とか売ろっかな。いらんし。いらんし。あ、一つじゃないんですね。どれどれ？あ、しかも中にはまだコレクションない貴重な化石も、あ、売れる化石もある。よし、お金。お金、お金、大事。はい、全然寄贈もするよ、ちゃんと。とにかくこちらひとまずお返ししますが、寄贈のことぜひ前向きにご検討を。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？寄贈します。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。あ、ほら、やっぱりモンキチョウもや。ジュラマイヤ、うんこの化石、モンキチョウ、ブラキオサウルスの胸。あ、シソチョウ前もなかった？三つ目じゃないこれ。どんだけあるん、イソチョウ。どうぞ。はい。では、ありがたく納めさせていただきます。あ、わざわざ取り出していただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？いや、間に合ってます。そうですか。では、自由にご見学ください。了解です。さて、それじゃあ。ちょっと、豆吉、粒吉のところに売り払いに行きますか。なんか、みんな自由だな。めっちゃいろんなことしよるやん。どうも。何ある？タンスかな？やっほー。アイナさんいらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。ってことで、とりあえず、このシソチョウと、扇風機。どうぞ。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計、1725ベル。え、安くね？シソチョウ安くね？え、びっくりしたんやけど、何かの間違いかと。マジで？そんなもんなの？え、売れてる。ね、今日の株価はどんな感じ？はいはいはい。何かご用でございますか？今日の株価は？ただいまの株価、安っす。
一株45ベルでございます。他にも何かお伺いいたしましょうか。いや、いいです。はい。ではまた何かございましたら、お声をかけてくださいませ。どうかな？いけそうかな？金額。9万8000ベルやったよね。ということはだよ。歌ってる。あ、しずえさんネオリやん。お疲れなんやね、きっと。1日1回にタルポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7回以上連続ボーナス300マイル。やったね。ってことで、ちょっと ATM を。預金残高が3万2000ベル。あーってことはやっぱり足りんのか。足りてない。ん？足りてないよね。え？足りてる？ちょ、待って。ローンの返済に、両方からいけるんやね。ここでちょっと、6万9000入れるとして、あと2万9000いける！預金から。2万9000。はい。ふぅ、やったね。イェーイ！やったー！お家のローン全部払い終わった。引き出しもしたいです。今多分私、所持金がめちゃくちゃ少ないと思うけん。ATM で引き出します。ほら、395ベルしかない。引き出し。で、3000ね。オッケー。さあ、これで。ご利用になりたいサービスを。いや、今のところ大丈夫です。ご利用ありがとうございました。ってことで、たぬきマイレージプラス。お、祝、ローン完済だなも。ローン完済のお祝いにマイルを送るだなも。きっちり返してくれてどうもありがとね。何かあったらいつでも声をかけてちょうだい。これからもたぬき開発をごひいきに。おー、肩書きローンの卒業生、たぬきマイル1000マイルゲット。やった。めっちゃいっぱい。嬉しい。さあ、ってことでローン完済したよ。よ。どうも、アイラさん。お家のローン全部払ってくれてありがとうございました、タナモ。もう把握している。アイナさんならちゃんと払ってくれると思ったのだもん。ところで、今のお家って広さ的には満足してるだなもん。いや、全然。もし手詰まり感じたことがあったなら、ここらでもう少し広いお家に増築することをご提案するだなもん。その方が家具もたくさん飾れるし、収納スペースだって広がるから、暮らしにゆとりが出るんだもん。あ、家の大きさに比例するわけなんよね、収納。とにかく、興味があったら気軽に相談してね、だなもん。じゃあ早速相談します。アイラさん、どうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろも？マイホームの相談。マイホームの相談だろもね。あ、そう。相談の前に一つお知らせからだろも。区画整理の相談を始めたのに合わせて、マイホームの移設の相談を受け付けることにしただろも。あ、家の場所を変えれる？マイホームの移設なら、ローンが残っている間でも受け付けるし、興味があったら相談しちょうだいね。それじゃあお待たせしただろも。今日はどういったご相談だろも？増築。そうね。今のアイナさんのお家なら、お部屋を広くするのをお勧めするだろも。19万8000ベルのローンを組むことになるけれど、いかがだも？なんか今回さ、しょっぱなからめちゃくちゃ高くない？だって一番最初の9万8000やったけんね。最終どこまで行くねんって感じやけど。毎度あり。じゃあ工事の手配を進めるからね。あ、そうだ。いいタイミングだし、屋根の色も変えてみる？また走ってくる中から選んでもらえるだも。選んでもらえるだなも。この中から好きな色を選んでもらえるだも。いや、ピンクにします、やっぱり。オッケー、屋根の色、ピンクね。明日にはお家の工事が完了してると思うから、お楽しみに。外壁とかは変えれんのかな、今回のやつ。あと、ポストの形とか。マイルで買い物もしとこうっと。たぬきショップ。たぬきマイル交換。え、ベル引き換え券とかあるやん。何それ。え、どういうこと？お店での買い取りで3000ベルに換金できる引き換え券です。この券はその場で発券いたします。1枚3000ベルになるんや。すげえ。すげえ。なるほどね。それじゃあ。何がよろしいかし、あ、なんかこの辺のね、なんか外に設置できるようなものが結構いっぱい。
嬉しいやつや。嬉しいやつや、そういうの。噴水。結構かかるんやね、やっぱり。あ、公園とか作るのも良きやね。なんかさっきから怪獣とかロボットとか。なんかそういうヒーローショーをやりよる場所みたいなのも作れるってことかな。めっちゃいいやん。超いいやん。こういうの広場の中に建てたいんやけどな。公園の時計とか。お渡しは郵送で。自販機、観光、そう、この辺のものとかね、外に置けるようになったのはすごい大きいことやと思う、私は。私は。灯台、風力発電機。ジャングルジム。あのさ、なんか、足元をさ、砂に変えるというか、道にするみたいなやつは、どれでできるようになるんやろ。まだできんのかな？普通に使える道具、あ、あれか。なるほどね。なるほどね。石碑800マイルも使うんや。くるぶしにもらったけど。そのうちもらえるかな、なんか。世界の道しるべ。この辺のなんか、たぬき開発系のやつやったら多分、もらえんやつやけん。この辺の交換していこうかな。ナップサックかわいい。かわいい。フローリング、ボタニカルラグ。ラグ。たぬき開発のラグ。こっちにしよう。たぬき開発のラグは1000マイルになります。交換いたしますか？します。商品の交換を受け付けました。商品は郵送でご自宅へお届けします。ボタニカルとちょっと悩んだけど、普通のやつの方がいいかなと。なんとなく。ローテーブルが欲しいぜ。さあ、ってことで、まあ、多少お金があるけん、何かしら。とりあえずこれが欲しいかなと思った。そちらの商品はファッションケースでございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は3100ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？ああ、一気に、買います。毎度ありがとうございます。3100ベル、間違いなく頂戴しました。ありがとう。それじゃ、本当は壁紙と床も見たかったけれど。いやー、まさかの一所長がさ、思ったよりもめちゃくちゃ安かったけんさ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、マイホームの移動はできるけど、人の家は移動できんってことなんかな。じゃ、そこだけは慎重にやっていかんといかん感じ？あ、でも店とかの移動できるんやったら他の人の家も同じように移動できるんかな。まあ、でも何にせよ、後からやり直しがいくらでも効くってことなんやね、今回のは。よき。